国際通貨基金 IMF のクリスタリナ・ゲオルゲーバ専務理事が辞任を免れました。IMF 理事会は同市に対する疑惑を調査した後、この決定を下しました。ゲオルゲーバ氏は中国に情報して世界銀行報告書のデータを歪曲したとして非難されていました。24人の理事からなる IMF 理事会が10月11日に調査の結論を出し、 クリスタリナ・ゲオルギエバ氏は IMF の専務理事に留まることになりました。同理事会はゲオルギエバ氏が中国に譲歩してデータを改ざんしたとする疑惑を調査していました。私にとってはとても嬉しいことです。ようやく IMF の専務理事として晴れて中に入ることができます。ゲオルギエバ氏は世界銀行の年次報告書、ビジネス環境の現状で 中国のランキングを引き上げるよう職員に圧力をかけたとして非難されました。世界銀行は昨年の報告書で中国のランキングは78位ではなく85位と7ランク下げるべきだったと述べています。世界銀行から調査を委託されたウィルマー・ヘイル法律事務所の報告は世界銀行における中国の影響に着目しています。ウィルマー・ヘイル法律事務所の弁護士と ゲオルギエーバ氏の一週間にわたる面談を経て、IMF は結論を出しました。ゲオルギエーバ氏が世界銀行の最高経営責任者を務めていた時に報告書の不正を指示したというような職権乱用の証拠はないとしています。声明ではさらに次のように述べています。理事会は IMF の最高水準のガバナンスと完全性を維持する上で、専務理事の尽力に信頼を置いている。 ゲオルギエバ氏はブルガリア出身のエコノミストで、1993年世界銀行に入りました。2017年に最高経営責任者 CEO に就任し、2019年まで世界銀行に在職していました。同氏は2019年後半に新興国出身者としては、初めて IMF のトップに就任しました。NTD ジャパンがお伝えしました。